日卒業式があったので、中学校の体育館で、準備をしていました。準備が全て終わった時に地震が起きました。はじめに大きな揺れが来たので、子どもたちを、一箇所にまとめて、揺れが収まるのを待ちました。だいぶ長く感じました。揺れが収まってから、子どもたちの安全を確認しました。地域の方がどんどん中学校にやってきたので、避難所を設営しなきゃいけないんだなということで、体育館をきれいにしました。それから体育館に畳を運んだりマットを敷いたりということで、避難所の準備を始めました。初めは、見ず知らずの人とかなり近い距離で、生活を共にするので、だいぶこう気まずい雰囲気は流れていたんですけれども、その中で中学生とか高校生が率先して支援物資を運んでくれたり水を運んでくれたりということで、周りの雰囲気もだいぶ和やかになって来ました。で、市役所の指示のもと私たちまたは地域の方で協力して避難所の運営をすることができました。停電をしていたので、地域の方が工事関係者の人がいて、投光器を貸してくださったんですけれど、それで夜明かりを取ったり携帯の充電をさせていただいたので非常に助かりました。個人的にはガスも止まっていたので携帯のガスコンロとかガスのカートリッジが料理をするときに非常に役立ちました。地域のコミュニティの大切さを実感しました。震災前は地域の方との関わりはあまりなかったんですけれども、震災が終わってから地域の方といろいろと活動を共にしたりすることが大事だなということが分かりました。あと個人的には備蓄の大切さ、水だったり、食料だったりを普段から備えておくのが大事だなと思いました。私が実感しているのは、まずは落ち着いて自分の身を守る、あとは仲間の身を守るということです。で、揺れが収まって自分の安全が確認できた後は、周りと協力をして助け合えるようにすることが大事だなと思っています。日本は各地で大きな地震が起こる可能性はまだまだ残っています。そんな中、震災が起こってからでは何もできないということを実感しています。日頃の備えが大事、または周りの人との協力する気持ちが大事だなと痛感しています。その時は仙台に来て1年目だったんですね。来る前にも福島県に5年いて移籍して仙台に来て、で、震災地震が来たのは時には職場にいたんですね。はい。もともとイギリスで地震がない国だったので、初めて日本に来る時もやっぱり地震来るたびに結構驚いてたんだけど、今年6年になったら結構もう慣れた、これだけだって思って安心して過ごしてました。でもやはりその大震災の時はもうかなりその時までの経験を超えたもので本当に怖かった。職場の、1階建ての建物で机で働いてて、揺れが始まったところで、ああまた地震だなって思ったんだけども、どんどん強くなって結局みんなもう外に逃げて、職場にはなんかロータリー、道路がありまして、そこでなんかとりあえず避難しようとしたらもう本当に歩けなくなった。今その時まで経験したことなくて、もう本当に立てなくて、みんななんか地面についてそのままもう本当に世界が終わるような恐怖だった。で周り見て もちろん建物とか揺れてるんだけど、木とか揺れてるんだけど、はっきり覚えてるのは地面自体はもう波みたいにうねうねして、本当に今その時以降も全然経験したことないほどの怖い地震だった。やっぱり改めて地震の怖さ知ったので、そうだね、何年間は本当に
ちょっとした地震でもかなり怖かった、ビビってた。今はだいぶ落ち着いてきたような気がするんですけど、やっぱり前と比べてはやはり意識していて、家にはまあ水をなんか置いといたりとか、地震が来るときにどうすればいいか改めて考えていますし、自分今家族いますので、その人たちでもどうすればいいか考えたりしてます、ね。やっぱり最初携帯が使えなくなるとか、インターネット使えなくなるのが一番困るんですね。まず海外にイギリスにいる家族に安否知らせる方法ないのが一番心配してた。やっぱりそっちで心配してる親を考えるともう心苦しくなるんですね。で、まあ、今現代も十何年も経って、多分その時と比べてもっと強くなってると思うんですけど、やはりそれは心配ですね。海外の心配してる方に連絡取る方、あとやはりニュースは日本語わからなかったら難しいんですね。まあ、電気入ってきたらテレビである程度英語の簡単な英語の情報もあったんですけれども、まあ、私の場合では職場の先輩がいろいろ教えてくれたりして、自分もその時でも日本語わかる方だったので、なんとか自分の力で。でもそうですね、観光客だったら怖いでしょうね。やはり周りの人、日本人が助けてくれないと大変だと思います。まあ日々あまり強くない地震来ない何年間も経って、やはりみんな鈍くなると思います。やはり学校でも練習したりすると思うんですけど、強い地震経験しないとなかなかパッと来ないと思いますが、やはりその時の、まあ、年齢も考えながらその時の映像とか見て、やはり地震は怖いと本当に意識してほしいと思います。それに、そびえてやはり準備、地震が本当に来たらどうするか、物はどこに置いてるか、その何時間電気とか水道とか食べ物がないまま生きていけるか、本当にしっかり考えてほしいと思います。 When the earthquake happened, I was actually working right here at Mason. At that time, the very next day, March 12th,was going to be the graduation ceremony for my sixth grade. And so that day we were having our Sovetskaya, our farewell party, and I was preparing for that. And the earthquake happened right there at 246. I've been here since 2007, and I've really, really fallen in love with Tohoku and the natural beauty. But,especially because of the earthquake. Many, many people, foreigners like myself, they would come to Japan. They think Japan go to Tokyo, Osaka, Kyoto. But after the Daishinsai, like, people were very scared of, Fukushima kawaii. And so, really changing that image in people's mind and...having a sense of 地元のプライド、地域のプライドがどん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 溢れてきた。I think on maybe Instagram or Twitter, I think many, many people from Tohoku were taking various pictures of different things that were beautiful about Tohoku, and they said hashtag Tohoku de yokatta. So that very bad moment became something good, where...many local Japanese people were proud of Tohoku. And so for me, being here for so long, I've been to Tokyo, I've been to Osaka, I've been to Kumamoto, I have friends around the country. But if you ask me where I love to live in Japan, it is Tohoku, it is Sendai. I have had many opportunities to...try to help people to see the beauty of Tohoku. For me, I'm an English speaker, so I want to have other foreign people come to Tohoku.
So that's what's changed in me is Tohoku pride. The importance of being prepared. Mm-hmm. You never know when something and a disaster can occur. Things like water, having, you know, a battery radio, it's really important. Because if you're not prepared, it becomes even more difficult to get back to normal. Yeah. So that's the one thing, being prepared. But the second thing is knowing people. Mm. Never underestimate the power of your human connections, your relationships. And even in Japan, like where I live, you know, we have the chonai kai and we have the hanchos and everybody puts on a yellow towel if there's an earthquake, like, okay, I'm okay, I'm okay. Having that sense of community and relationship is something I really like about Japan. And I think it's really important, especially for foreign people who are living here, to have connections with Japanese people, but just people in general. Because even if I'm not prepared, I have friends who can help and connect with them, and we can help one another. So I'd say be prepared, but also remember that you're not alone. Remember that you have connections with other people. That's what I'd say. Thank you. はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。私はですね、地震発生当時が、多賀城駐屯地の方におりましてですね、そちらで、勤務をしておりました。で、発生当時がですね、時間14時、ね、40分過ぎということで、ちょうど金曜日でした。その日はですね、週末に向けてですね、いろいろとこう私はその当時係、というのを持ってましてですね、でその係のための、年度末の決算じゃないですけども、そういったのをちょっとパソコン業務でやっておりました。そこで、地震発生という形になりまして、福岡、ちょっと駐屯地の中で、地震起きましたので、まだ対処の方ですね、対応の方はすごく素早くできたと思っております。当時はですね、雪が降りましてですね、寒いっていう印象が、すごく強かったです。で、それにプラスするような形で、津波の方が襲来しましたので、そうですね、腰まで水に浸かりながら、この駐屯地の半分がちょっと水没、3分の1かな、水没してしまいましたので、そこをですね、腰まで水に浸かりながら、いろんな場所、例えばその物を置いてある場所にですね、たどり着いて物を準備して、そこで出動準備という形を取りました。ずいぶんその印象というかですね、何が一番印象というと、なかなかちょっと取り上げられないんですが、一番最初に印象を受けたのがですね、その何もかも全部シャットアウトされたんですよ。電気も水道も、まして電話もこう使えない状態でして、その電気がまず遮断されて、街の中が全部真っ暗になったんですよ。見たことないですよ、その自分が住んでる街が真っ暗になるっていうのは。でこれだけのこの闇の中で、とりあえずまずどうやってその人を助けようかなっていうのが、やっぱ一番その印象というか残りましたね。その、暗でややもしてるうちに、その駐屯地の真向かいにコンビナートがあるんですけども、そのコンビナートが大火災を起きましてですね、数時間ぶりにその明かりっていうのが見えまして、その明かりのおかげでその今まで見えなかったものが見えるようになりましてですね、
で、まあ、あの要救助者って、まあ、助けを求めるという人なんですけども、そういう人たちの居場所とか、本当に、あとはもうトラックの中に隠れているような感じの人とか、壁にこうぶら下がって助けを求めている人とか、そういったのがようやく見えてきました。真っ暗だともう全然もう見えないなっていうのが一番その印象強かったですね。もう本当真っ暗、あ、こんなに真っ暗になるもんなんだなと思いました。まずはですね、同規模な災害が起きた場合はまず身の安全、まあみんなが言ってると思いますけど、身の安全を守ってから自分ので、自助、共助、公助ってあるんですけども、それも自助ですね、まず自ら、その自分の命を守るっていうのがですね、要は、まあ、自分の健康であったり命がなければ次の何もできませんのでね、はい、で命が一番大事です。ですので必ずその命を守る行動を取ってもらいたいと思います。そうですね、震災を知らないというのはある意味その、まあ、不幸ではないですけども、まあ、知らなくてもいいことなんじゃないかなと思うんです。ただまあ震災を経験することで、まあ、得られるものもあったんですけども、今その震災を知らない子に伝える、何かを伝えるっていうとですね、大変大変っていうか、まあ、なかなかその人によってはね、なかなかその、まあ、フラッシュバックやら何やらでね、伝えにくいっていうか、そういうのもあるんでしょうけども、ただその知らない子は知らないまんまにしてると、次本当に同じ、同規模の震災があった時にまた同じことを繰り返してしまいますので、自ら自分の命を守る手段だったり、あとは最低限3日以上生き延びられるものを用意したりとか、あとはそうですね、家族と離れるっていうとなかなかちょっとその心も不安になってきたりとかするんですね。ですので、家族その落ち合い場所とか、その逃げた先ですね、で 集結じゃないけれども、ここに集まろうねっていう場所を決めていたりとか、はい、そういったものをしておくとですね、よりどころもできますのでね、はい、安心じゃないですけども、知らない子、知らない人というかね、震災経験してきたない子には、最低限そういったところを、持ってもらえればなと思っております。自衛隊行って、災害派遣に行くとですね、大体大きく2つに分かれるんですけども、最初はですね、人命救助、当然人命第一なので、3日4日は一生懸命こっち救助作業に行きます。で、例えばその間にその、まあ、当然こうライフラインが寸断されるので、まあ、水や食料とかがなくなってくるんですが、自衛隊その後にですね、人命救助の後に民生支援という形に移行すると、その給水支援だったり給食支援だったり、そういったの方に、あとお風呂とかですね、そういった方に、まあ、力を発揮できるんですけども、その民生支援になるとですね、いろんなこの避難所でいろんな方とお会いできてですね、いろんな方と交流ができたりとかですね、するんですけども、中にやっぱ学生さんが結構いるんですよ。で、学生さんも避難してきてですね、でその学生さんたちにちょっとお願いというか、やってほしいところがあったなって思ったんですね。で、それをちょっとまあ、お伝えできればと思うんですが、その震災避難場所で、やってほしいことっていうのがありまして、まずはコミュニケーションですね。その例えばその知らない人がいるんですよ、いっぱい自分のその周りに、同じエリアで同じ町内会としてもなかなかやっぱ話したことないような人たちが
避難してきたりするんですが、やっぱりコミュニケーションですね、やっぱおはようございますとか、こんにちはとか、そういったこうコミュニケーションをですね、取ってもらうことによって、中の雰囲気が明るくなったりとか、和らげたりとかですね、あとは中にですね、火事場泥棒じゃないんですけども、やっぱりその同じ、なんていうんですかね、その貧困してくると、避難所でも、ちょっと取られたっていう事案とかが出てくるんですよね。実際に出てあるんですよ、その当時もですね。で、やっぱり声掛けをしてると、やっぱそういった防犯の方にもつながってきますのでね、そういった声掛けをちょっとやってもらいたいなっていうのが一つと、あとはですね、積極的にボランティアじゃないんですが、やってほしいのがありまして、特に、衛生管理、というのもですね、一番手っ取り早いのが掃除です。お掃除、身の回りこう片付けたりとか、お掃除とか、汚くしてるとやっぱそこから菌とか発生してですね、すごくその病気になってしまいますので、その一人がやっぱ病気になっちゃうと結構蔓延しちゃうんですよ。すごいこの密集したところでいろんな人が集まりますのでね、なのでそういったのを感染防止するために、自分の周りを、やっていくうちにだんだんとその影響されてきますので、周りがですね、なんで、私のとこもやろうかなとか、俺のとこもやろうかなとかね、そういうふうな感じでやってくるので、率先的にですね、そういった面をやってもらいたいなっていうのがあります。それと最後ですね、もしこれは可能であればでいいんですけども、結構ね、ちっちゃい子供たちとかも結構こう入ってきてるんですよ。で、その子たちで、ね、やっぱわけわかんないんですよね、やっぱね、その逃げてきたっていうのでね。で、だからやっぱちっちゃい子なんてすぐ飽きるんですよ、避難生活もですね。なんでそういう子たちのもう面倒を見てあげたりとかね、そういったことをするとですね、非常に周りの大人の人だったり、こういうふうに来たボランティアの人だったり、ね、すごく助かりますのでね、無理にとは言わないんですけどね、そういったことをやっていただくと非常に当時はですね、なんかありがたかったなというか思いました。ぜひぜひ、もしね、ならないのが一番です。もう二度とね、もう二度といらないです。本当にあんな経験するのは本当にいらないですけども、もし、仮に同じくらいのね、なってしまったら、協力いただければなと思います。真っ暗闇で救助するんですけども、大体その民家の1階くらいまではもう水がもう本当に床上以上のくらいになっているので、やっぱ皆さんこの自宅の2階とかに避難されているんですけども、やっぱ助けてくれっていう声がいっぱい聞こえてくるんですよ。ただですね、その当時わざわざ2階から降りて救助して避難所に連れていくよりも、その住み慣れたその自宅の2階っていう限定なんですけれども、そこにいた方が絶対安全だっていう判断をしたんですよ、我々は。ですので申し訳ないですけども、そこに明るくなってちょっと水が引くまでそこに行ってくださいとで伝えるんですけども、やっぱなかなかやっぱその自分その窮地に陥っていますので、その要救助者はやっぱこっちのその何ですかね、その要望じゃないですけども、なかなかその理解してくれないっていうのが ありましてですね、そこはちょっと我々のその努力不足というか伝え不足というかですね、そういったのがあったかなって思ったんですよ。なので我々もね、このとっさにその場で判断しなきゃいけないというような、ね、ところも出てきますのでね、そういった場合もね。なのでそれが必ずしも正しいかといったらそうじゃないかもしれませんが、最善の策だなと思ってこちらもやっておりますので、もしね、可能だったら協力してもらいたいなっていう印象はあったんですね。あとはやっぱりその水害だったんですよね、一番ひどかったのは。
地震の建物の崩壊よりもその津波での被害の方がすごく多くてですね、まあ、やっぱり逃げ遅れた人とか、まあ、やっぱり言いましたよ、あの見ました、ね、うん、あのいくつもですね、まあ、そういったなかなかその、うん、それの何て言うんですかね、まあ、やっぱ我々も初めてですよ、その現にその逃げ遅れたりとかして、まあ、そのもう本当に行きたい方とかがこうガチャッと開けるといたりとかですね、あのもう本当にもうあとはもうどうしていいか分かんないになりましたですね、もうそれの本当にもう最初のうちは本当にもうトラウマじゃないんですけども、いや開けたらいるんじゃないかなってい こう恐怖っていうか、でも開けて確認しないと、うん、次に進めないしなっていう、まあ、ジレンマっていうんですかね、そういうのがありましてですね、そこをちょっと乗り越えるまでちょっとしばらくかかりましたね、はい、なんでまあ、うん、救助にあたって、うん、そうね、あの、まあ、まあ印象に残って言っておきたいんですけどね、うん、そういうのが非常にありました。